北海道の皆さん、お待たせしましたYouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。りんごです。はい、いきなりですが緊急事態が発生しました。遠い北海道から謎の勢力が進めていました。北海道、でかい大地ですね。その勢力を駆逐するのは我々しかいない。今まさに追うということでね、はい、今回ね、何をするかと言いますと、まあ、北海道の人だったらもう誰もは知ってる焼きそば弁当なんですけども、食べたことある？うん。俺ね、これ多分ね、食べたことないんだよね。これしかないけど、焼きうどんとかあるからね。いっぱいある。あと、エクスプレス見たら1分でできるやつとかあるからね。あと、これちょい辛でしょ？激辛ってのもあったから。なんで買ってこないの？違う、あるって、その、売ってるってこと。しょうがないじゃん。北海道で。そう。東京に置いてあったのはこの3つだ。この3つだけ。山積みで置いてあったか、スーパーに。北海道の人たちはもう食べなくなっちゃったのかな。かな。もう消費しきれなくなっても東京に来たんだよ。どれも別に新商品じゃないんだよ。で、リニューアルも最近したわけじゃないわけ。まあ、これは確かね、4月ぐらいになんかリニューアルしたらしいんだけど。まあね、まあ今日何するかっていうと、北海道民の方はもうね、食べ慣れてるから、もう舌が麻痺してるわけですよ。じゃあ、どれがいっちゃうめえのかっていうことを決めましょうよ。で、なおかつ今回はどうやらね、これだけコンソメスープなんですね。あの、焼きそば弁当をね、知らない人いるかもしれないですけど、焼きそば弁当の特徴としては、捨てるお湯でスープが作れるんですよ。でもね、北海道の人に言いますと、それがなきゃ始まんねえと。それがなきゃもうこの焼きうどんじゃねえよっていうことらしいんですね。はい、じゃあね、もう、ごたごた言ってもしょうがませんから、もうどれが一番うまいか、北海道民じゃない、うちらが決めましょうということですね。はい、食べていきましょう。はい、じゃあ開けていきましょう。もうね、特に新商品とかじゃないんで商品説明とかしません。ジョイリリリンと何が入ってるの？期待ソースと、これが噂の中華スープとふりかけですね。はい、で、火薬ということですね。火薬はまあ普通のね。でも普通じゃなくなってる。なんで？お肉がでかっ。お肉なんかゴロッゴロしてる、四角いね。こんななんだ。謎めちゃったね。はい、火薬開けましょう。はい、で続きまして、ね、彼女が気になってるちょい辛ってことですね。はい、まあでもちょいですから。はい、おどんのどん、これだけコンソメなんですね。で、火薬は一色、まあ似たような感じ。じゃないよ、うん、お肉がちょっと崩れてる感じだね。四角ではなくて、こんな違いがあるんですね。はい、では3つ、これがうま塩、塩焼きそばですね。ジョジョリンのジョンか。はい、開けていきましょう。中は見えない液体ソースと、ふりかけとかですね。で、火薬はね、あれだね、うま辛と一緒かな。はい、じゃあね、なかなかね、この3種類一緒に食うってことはないと思うので、ちょっと見比べてみましょう。これが通常の方ですね。はい、通常のソース、中華スープ、ふりかけですね。で、真ん中がうま辛ですね。で、これだけ唯一やはり、コンソメってなってで、下が、うま塩なんですけど、中華スープとかね、パッケージちょっと違いますね。はい、ではね、全部にお湯入れていきましょう。はい、じゃあね、それぞれ3つスープ用意したので、で、これね 150ml 決まってるらしいんで、ちょっとカップでね、ちゃんと測って入れたいと思います。これがちょい辛、ちょい辛ね。はい、次ノーマルです。はい、みんな感覚で入れるんやろうね。まあまあ、多分ね、もう北海道の人はもう、いやそんなのもう分かるからっつって。はい、で最後はこれがうま塩ですね。はい、ではね、お湯切りしてソース絡めて食べましょう。はい、では全部ね、スープと湯切り終わりましたので食べていきたいと思います。これだけコンソメスープなんですよ。ノーマルからいこう。ノーマルからいきますか。じゃあね、見た感じはやっぱりね、ペヤングなんだよね。やっぱりソースの色とかも似てる。ただね、青のりが強いかな、嗅いだ感じ。いただきます。うん、で、スープ。あ、スープ美味しい。これ謎肉うまい。あ、美味しい。スープ、これね、どこのね、カップ焼きそばメーカーもやるべきだよ。これうまいよね、美味しいよね。
ソースがね、ちょっとね、薄め。関東のソースとか醤油って結構辛めなのよ。だから、それと比べるとちょっと弱いな、ソース弱いな、甘いなって感じるんだけど、関西の彼女は、あ、これ美味しいと。ペヤングよりこっちの方が好きだって。青のりなんかすごい。そう、青のり濃いのよ。ペヤングと比べると。美味しい。ただね、例えば、これだけだったら、やっぱこれだったらペヤングかなってなるけど、これ、こいつ来ると、ちょっと迷う。これ美味しいもん。スープずるいな。じゃあ次、うま塩いきましょう。これなんか塩焼きそばってことだよね、うん、いやでも塩焼きそばにしてもやっぱこのね、青のりが特徴なのかな。こう、あの、濃いね、青のりの風味がすごい。いただきます。うん、あのね、うま塩ってしてる意味分かった。あの、普通の塩焼きそばって塩味が強いんだけど、これね、あの、出汁が効いてて、旨味がすごい強いです。あ、美味しい。で、これで、スープですね。あー、またさっきとね、違うね、感じになりますね、スープは。この塩がね、さっぱりしてる分、こっちの塩味がすごい効いてくるんですね。あの、だから、よくいろんなとこで普通に売ってる塩焼きそばと比べると、塩味が弱いのよ。弱いんだけど、旨味が強いんだよね。美味しい、これも。だし塩で作ってる感じ、本当にこれ。美味しいです、すごい。ただ彼女はおそらくこれの方が好きです。食い方でわかる。おめでとう。さあ、トリを務めるこちらですね。ちょい辛。どうなりますか。他のやつらはね、こいつらはね、青のり、青のりはこれだけね、胡椒なんですね。はい、いただき、もうスパイシーな、この胡椒の香りがすごいです。食うなぁ。辛いか、これ。ん、まあ、スパイスが混ざってないんじゃない。ちょい辛ってあれかな、上に乗ってるスパイスだけの辛さって意味なのかな。そういうことなんだ。俺はなんかてっきり唐辛子的なあれがあるのかと思ってたけど、あー、確かにね、胡椒すごいピリッとくるわ。後でこの胡椒が強いことによって、あの、どっちかっていうとこれの方がペヤングに近いかもしんない。どうですか。ペヤングに近いね。でしょ、これの方がね、近い。うん、ペヤングって最後にかけるときにスパイスがかかるんですよ、青のりと一緒に。だからね、それがすごい近い。あ、お、そうだ、スープ飲んでねや。コンソメなんでね、唯一これだけ。じゃあコンソメいただきます。あー、スープは正直コンソメじゃない方が美味しい。中華スープの方が合う、焼きそばには。はい、ではね、もう順位を決めましょう。おそらくね、俺彼女の順位当てられるわ。123でしょ。あ、すげえ。食った感じでわかるもん。で、しかもね、これが飛び抜けて1位、うん、で、まあこれとこれの差もあるんだけど、その1位と2位の差よりもだ、123みたいな感じ。あ、そんな感じ。そうそう、もうこれは彼女のものでいいです。僕はね、この感じでいくと123だな。ちょっと物足、パンチが弱いのよ。これ美味しかった。あの、やっぱりね、辛いソースがいい。よくわかったな。うん、あるよ。見てる人も分かったよ、あんなの絶対。はい、ということでね、関西人、関東人が食べたらこういう結果になりました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやね、食べたい食べたいと思ってたんですよ。で、北海道にいるね、あの、知り合いの人とかも送りましょうかみたいな言ってくれる人もいたんですけど、なんかね、こう自分で買いたいの、やっぱり。今度北海道行く。そうだね、北海道行った時はもっと違う味を買ってきたい。激辛とか。そうそう、他のも気になるから。で、それを買ったらまたね、ちょっと食べ比べをしましょう。美味しかったです。でも本当に美味しいんでね、北海道の方ね、いいなって思う。このスープ羨ましいわ、うん、これはずるい。カップ麺のさ、お湯するやん、カップ麺って。うん、めっちゃいい匂いしやん。するするする。だから、その麺についたら油とか出るもん。だからすごい、このスープも油浮いてるじゃん、すごい。それがいい味なんだろうね、多分ね。大満足でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。